さあニューボール若林くんのゴールキックで試合再開です。おっと新田くんがパスカット、全日本動きがいいぞ。さあ新田くん右へ振った、ボールは右サイドの松山くんへ、松山くんセンタリング、よしもらった。さあ新田くん得意のノートラップランニングボレー、早瀬シュート、あっとキーパー若林くんダイレクトキャッチ。次は俺の番や。なに、俺のカミソリ処理は一発目から読まれてて。いやセレ込みながらも点が取れない全日本、果たして若林くんからゴールを割ることができるか。おっと全日本またしてもボールを奪った、ハンブルグ動きが鈍いぞ。なんで怖いのは同じ日本人の若林だけじゃねえか。まったく俺たちディフェンダーにとっちゃ楽な試合たい。もういいだろう若林。うん、すまなかった。来いタケシ。はい、休暇だ。あ、彼がハンブルグの仕事師と呼ばれるヘルマン・カルツか。よく聞け、みんな。え、翼のいない全日本に 100% 勝ちはないと言ったはずだ。今まではお前たちの力を試すためにわざと攻めさせたんだ。なに なんだと若林。おっとハンブルグ、今までの動きとはまるで違います。スピーディーなパスワーク。あ、ふざけるな。なめやがって。若林、今度はネットに突き刺してやる。来いヒューガ。あっとこれがすごい、一瞬のうちにヒューガ君が空中に吹き飛ばされました。これが西ドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュライダー君です。取り返されたボールをシュートに行くシュライダー選手、難しい体勢からハイジャンピングボレーシュート、打ったゴール。選手はハンブルグ、前半15分ついに均衡を破りました。ゴールキーパー若島津君、一歩も動けませんでした。そんな若島津、こんなに早く来て大丈夫なのか。はい、みんながもうヨーロッパのサッカーを体験しているんだと思うと、俺もいても立ってもいられなくて、俺一日も早く試合に出たいんです。ふん、相変わらずだなサッカーこそ。そしてここで前半終了のホイッスル。大丈夫かヒューガ。貴様、二度までもわざと俺の腹を狙って。それがどうしたヒューガ、お前の口からそんな言葉を聞くとは思わなかったな。サッカーは格闘技のはずだぜ。さあ翼、行ってこい。はい。すいません、ちょっと通してください。みんなが繋いでくれたこのボール、必ず決める。何取った、ヒューガ君の完璧なシュート
取った。それ、あ、この一点で全日本の息の根を止めてやる。この試合ハットトリック完成。全日本ジュニアユース、これは苦しくなりました。ダメだ、どうしようもない。やっぱり俺たちの力じゃ。みんな、そんなことでどうする。翼、俺の目の錯覚か。来たよ、みんなとやりたくて。翼くん、間に合ったみたいですね。うん、翼が来ればこっちのもんだ。とうとう来たか、翼。若林くん、さあ来い翼。俺はお前との対決を一番楽しみにしてたんだ。よーし、俺の力を本場で試すときが来たんだ。